ししょょインディー・ジョーンズ、イェーイ,イ,エーイ千枚、千枚ですね、水さん、はいえー、ただいま、バリューブックスさんの倉、ね、庫よりお送りしております、うんもう、見学させていただいてね、きょうは,はの <laughs>、なんお前、ね、そうなんだ、うるせえよ、なんか、バリューブックスさんの極限まで空間効率をよくした、一、はい、人しか入らないであろうところに、今、無理やり二人入って、うん まあの本棚が映えるだろうということで、撮影させてていいただいております今回の企画はどういう企画ですか我々ね、気象気象自慢選手権っていうのを以前やったりしまして、はい、もうちょっと珍しい本、うん、あんまり普段見ないような本を紹介するっていうのをやったんですけど、はい、バリューブックスさんの倉庫にも、おそらくまだ我々が知らない気象、気象がいっぱいあるだろうということで、うん、それを制限時間5分で。5分 倉庫の中走り回って探してくるあれ5分じゃ全然見れないでしょうねそういう企画でございますあとあの思ったんですけど今この感じも完全にここにマイクあって漫才やってるみたいですねそうですねここにここにマイク置いとくのが正解だったはずですね今ちゃんと動き回っても大丈夫なようにいつものマイクは使わないでカメラマイクだけにしてあるんですけどねいらぬ配慮でしたねうも とということで、ね、あの一緒にやっていきたいと思ってい,いんですってますけど頑張ってまいりましょう、はい、でもねお医者さんってやっぱかっこいいじゃないですかはいはいはいだから僕お医者さんちょっとやってみたいから皆、うん、さん患者さんやってもらっていいですか 狭いとこ来たからつい漫才やりたくなるじゃないですいい加減にしろありがとうございましたひどくない最初からあとねカメラマンずっとバリューブックスの飯田さんにやらせてるからだめなのこの茶番にずっと付き合わせるからそうですね恥ずかしさが勝ってきましたそうですね始めていきましょう始めていきましょうはいルールの確認だけしておきますとこのバリューブックスさんの倉庫本が飯田さん何万冊あるんでしたっけえ100万冊100万冊ぐらいあるのでその100万冊の中からこれぞという希書希象を3冊 見つけてください、はい、で制限時間は5分間です、うん、だからまあこの倉庫の中を走り回りながらこれかなこれかなっていうのを見つけます、はい、そして見つけた際には必ず元の場所に戻せるように、うん、発見用のマーカーを挟み込んでおいてください、うん、こういうやつですね、はい、これを挟み込んでおいて後から戻すのでバリューブックさんには迷惑をおかけしません、はい、5分間でチョイスが終わった後にですねはい落ち着いて収録できる場所に移動しまして チョイスした三冊を飯田さんにプレゼンします。うん、僕たちが。はい、そのプレゼンを聞いていただいて飯田さんがどっちの方が良い希少希少を発見したかというのをジャッジしてもらう。そういう対戦型の曲になっております、はいはい。先行とか後行とかど,どうしますか。決めてないですけどじゃんけんしましょうか。わかりました。最初はグー。ジャンケン怖い <laughs> 殴られるのかなと思って胸を殴られるのかどうか怖い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 じゃんけん機能しないんでこの辺でこの辺で最初はグッじゃんけんほいよしじゃあどっちがいいですかじゃ僕高校で高校でじゃあ僕が先攻で使わせていただきますはい。では折本さん準備よろしいでしょうかパッチリですはい。じゃあ制限時間5分はい。スタートです あ、これこれやばいぞ迷い込む気しかしないうん気象ょ気象ですけどねこの辺の武士堅良好五六とかもさ <laughs> 気象っちゃ気象ですけどあでもこれはちょっと違うなんかこういうことじゃないですよね<ー>もっとこう通っぽいやつを探したいっすね 一分が経過しました。ねやばい、え、嘘、マジ。ああ、でも、こういうことだな、多分。日本現代。会議辞典、複読本。普通に面白そう。こういうの、ちょっと面白そう。いや、でも、なんかもっと、なんか、いいの欲しいな。うわ、難しい。そうですね、あと。二分経ちましたね。やはい。ちょっとやばい、ねやばい、一冊も持ってない、やばいやばいやばい。やばいやばい。 え、適当に3冊取ることになるぞ。<laughs> やばい納得いくやつが1冊もないああもうこういうことかこういうことかもうこういうことかなちょっとねペース配分があれなんでもう1本1冊決めちゃいましょうはい、よくわかんないけどこれな気がするあとそうですね3分が経ちましたねやばいやばいやばい <laughs> やばい,やばいえー全然納得いくやつ多分見つけられないぞもうこの辺でいいかもうこの辺でいいか <laughs> 通院ついでの歴史散歩やらなんかじじいじじいの発想なんだよ。<laughs> 口悪いね時間時間なさすぎてちょっとそっちっあ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 っこれだわじゃあと 1>, 1分 1> えっ、ー、あれこぼしいじゃ短す時間設定ミスったーくそ。10分にするべきだと絶対でもこの辺金脈な気すんなとあとやばい奥に入り込んでるやばいやばいもう引き返せなかったやばいこの辺でこの辺で決めるしかないやばい 約20秒ですね20秒うわもうないなうわないな氷こぼれてやばいもうじゃあこれしかないもうこれしかないクソクソいやいや全然時間足りないっすわマジかマジかちょっともしかしたらもう1ラウンドやらせてください泣きのもう1ラウンドが入るかもしれませんじゃあ水野さん高校ですが準備よろしいでしょうかバッチリですじゃあ制限時間5分 はじめ。多分ね、まず、多分、文庫のコーナーはね、ダメなんですよ。単行本の方がやっぱね、尖った本は出やすいんで、あいつが仮に文庫を探してたんだとしたらもう、シャバ像ですよね。書店の感覚で歩いちゃうと、これダメだね。<laughs> なんかね、<laughs> <laughs> やべやべ待って。<laughs> あの、いっぱい見つかるじゃなくて、全然今、入ってこない何も。 えーっと、ああ、まあ、俺、これ読んだことあるけど、まあ、こういう、こういうのとか、堀本さん意外と知らないと思うんですよね。ハーバード留演会術。一応、ちょっと持っていきましょうか。なるほど。いや、ペースとしては悪くない,す、ね、い,いですね。はい。ちょっと、入ってみますか。いやー、でも、こういう、こう、ね、かあの、なんか、売った人に、人柄がこう、透けて見えるって、やっぱ、古書店の良さですよね。なんか、あのー、 やべ全然関係、あの、<え>うんち食いようとすると、そうそうダメだな。<laughs> 今は無理して、あのいいも <laughs> あ、もえもう文体の科学とかあるんだ。これ新刊ですよね。よねそう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 。うん、これね、新刊書店に売ってたんで、新しいと思いますけどね、うん、割合。大丈夫ですか <laughs> あ、でも14年だ。あ、意外と古いんだ。まあでも、ここ、これ、面白いと思うんだけど、ちょっと基礎というにはまだあれかな。うん そうですねあまあ賞味三分ですからやべやべやべえ,やべえ,やべえ,え見つかってないんだが全然あ面白いですテリーとの日本警察改造計画 <laughs> <laughs> こんな本あんの,にあの堀本さんも似たような本を見つけてはい、はい、こういうことじゃないって言って戻してましたねでもそうなんだよないや楽しいああこういうことでしょき見つけました、えー「モヒカン族の最後」 これな、これ <laughs> あの、もう族っていう名前に、やべ、ちょ,ちょ常識ないことがバレ始めましたね。<laughs> 3分が経過しました。これとかは、真面目な本なのかなあ、でもちょっと面白そう。あ、これ面白いわ。これ面白いですね。これを2番手にしよう。 あと2分弱ですよねそうですね1分半ぐらいです、ね、ちょっと他の棚とか見てみますか、はい、あー佐野伸一さんの有名な東電オイル殺人事件とかありますねいやダメなんだよそういうことじゃないんだよ <laughs> <laughs> そういうことじゃねえんだよ、えー、へえへえいや楽しいあこういうのもいいんじゃないですかこうおタクが予測する2060いつ書いたんだろうこれ21年直近だちょっと新しすぎるか そして、残り1分ですね。やべえやべえ楽しい楽しいんだけど、俺多分この企画に向いてないタイプだ。<laughs> うすうす分かってきたけど。あ、この辺面白いけどなあと10秒ほどですね。<laughs> あ、でもこれ面白いわ。これだ。オッケーオッケーオッケー。はい、はい、じゃあ大丈夫です。はい、お疲れ様でーす。いやーこれ戦えるかなリ堀本さんと。あいつ目利きだからな。そんなわけで。 戻ってまいりましたはい、きしょきしょインディージョーンズ5分間、うん、終えてどうですかいやもう5分じゃ足りないマジでそうマジでなんか 設定ミスったな。あのね、企画ミスりました。多分これね、15分とか20分歩いて、あっかっゆっくり本の内容とか見ながらやるべきなんですけど、今回ピックアップした本すべて中身読んでません。うん、僕もです。はい、全く同じ。なので非常に不安です。時間足りなすぎて、もう諦めたし、なんだったら僕あの制限時間5分に区切ることによって走ることになるんじゃないかと思ったんですけど、人間の情報処理能力って別にそんなにないから、走っても特に意味ない。いや、そうなんですよ。スキャニングしようと思っても飛び込んでくる。 情報が多すぎて、そう意味ない、ね。なんか飯田さんがね、麻痺するみたいな言ってましたけど、うんうん、情報でね。はい、うん、その情報量が多すぎて、ね、マジで体験できました、ね。マジでそうでしたね。全くその奇跡を見つけようとか思っても、あっ。 昔読んだ本だなとか、何このタイトルっていうのを引っ張られた。あと、記書かなって、なんか珍しめなタイトルのやつ見つけたら、ただの絵本だったりして。はい。別に記書じゃないなありました。僕も同じことありました。ただの童話なんかね、モヒカン族のなんちゃらみたいな。はいはいはい。ああ、面白そう。っやつがあって、ほう、これ面白そうだぞみたいな。見たら、だから、絵本だな、これ。全然、童話集かなんかでした。あとね、あの僕、せっかくだから、めったにない走れる機会だと思って、 それはスタートですって飯田さんに言われると同時に全力疾走してみたんですけどただただアキレス腱を痛めて <laughs> 今かかとがなんか痛いですずっと <laughs> 何の意味もないダッシュでした <laughs> 僕も一応走りましたけどねあああの走る必要はなかった制限 <laughs> <laughs> 時間を伸ばさせてもらった方が良かった全く意味なかったですね <はい S 2> まあそんなわけでね何やかんや言いながら一応3冊選んでいきました僕も選んできました、はい、じゃあ,まあ先行の僕から発表していきましょう1冊ずつ交互にいきましょうはい で僕の一冊目こちらです。パイナップル巨人 <laughs> ですね。<laughs> なんか面白そうじゃない。じや,やべ、タイトルが来てるね。だいぶ。<laughs> なんか面白そうじゃん。ちょっといろんな形に読めますよね。そのパイナップルを食ってる巨人なのか、それともその,その巨人軍とパイナップルが関わってるのかよくわかんないですね。あの僕もですね。お 背拍子をザーって見た時にお「パイナップル巨人軍可能性あるぞこれ」と思って取り出してみて、はい、まあでも絵本パターン、うん、なんか特に面白そうじゃないパターンもあるなと思って一応出して表紙見てみたんですけど、はい、帯に書いてあることが期待大でして「はいはい、人気急上昇の気鋭が送る幸福と楽類の南洋」と書いて「トロピカル野球小説」。 何言ってんのすごくないこれありますよねあらすじが情報量多すぎる有名なのでた大相撲殺人事件」っていう本がすごいあらすじがわけわかんないので有名で文庫って裏にあらすじが本当に短くまとまってるじゃないですかそれそのまま読み上げてもいいですかひょんなことから相撲部屋に入門したアメリカ人の青年マークは将来有望な力士としてデビュー。 しかし、彼を待っているのは角界に吹き荒れる殺戮の嵐だった。<laughs> 立ち合いの瞬間、爆死する力士かあ、えー。頭のない前頭。密接状態の土俵で殺された行事。<laughs> 本格ミステリーと相撲。その伝統と格式が奇跡的に融合した伝説の記書。なるほど。<す>あああの、水野さん、僕がこれからやろうと思ってるプレゼンの形式、丸ごとばックルでやめてもらっていいですか <laughs> 今、その勢いで乗り切ろうと思ってたのに。あらすじがすさまじいんですよ、これ。っていうプレゼンで、なんとか乗り切ろうとしてたのに <laughs> 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 全然に先に取られましたわ。本日も写真系の台場模試、<laughs> あの、頭が爆発するリッシュとかが出てくるんですよね。<laughs> 立ち会いの瞬間に爆発するリッシュあのね、いや、ただ、芸風一緒なんですけど、またちょっと趣き違うというか。方<法>か、こともあるので、ちょっと読みますね。はい。帯に書いてあるのが、そんな話、人気急上昇の気鋭が送る、報復と落類のトロピカル野球小説。っていうのが。<laughs> トロピカル野球と小説、意味わかんない。<laughs> まず書いてありまして。はい、その横ね、帯の、そのすぐ横、著者名の横に書いてあるやつが。うん 平均年齢75歳ハワイ日系一世の巨人軍た <laughs> <laughs> や頭の中まで軽い東京の CF ロケチームマウイ島に火花を散らす世紀の一戦 <laughs> 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 すごくない あ,あのね全然大相撲殺人事件ぐらい面白かった <laughs> すごくないですか,かおじいちゃんと頭の中は軽いロケ隊がマウイ島に火花を散らす正規の一、うんでロケ隊<し> <laughs> とやってるのだ楽しくてですね、はい、であのその横にでっかく最新書き下ろしっていうで、ね、<laughs> い書き下ろしって書き下ろしって書いてあってですね、はい、で僕はもう時間ないからできればこの折り返しのところも見たいし、うん、できればパラパラめくって目時ぐ,ぐらいまで見て選ぶ 僕もう最初何の成果も得られないまま2分経過ですってなってあ<ー>半分ぐらい時間過ぎた時点でこれ掴んでたんで 1>,、はい、1冊目もうさっさと決めないとと思ってもうこの情報だけで選んだんですよ。で、はい、ですすねそうなんですよだからこの何て言うんですかねこの折り返したところにもうちょい詳しいあらすじが書いてあって、うんはい、あでもここを読んじゃったら意味わかっちゃうんじゃないかと。 よくわかんないなということでチョイスしましたけど、うん、この折り返しのもうちょっと詳しいあらすじ読んじゃったらこの謎が解けちゃって、ね、ロケ隊と75歳の人が野球してんのかねそう気象じゃなくなっちゃうんじゃないかなとすごく嫌だったんですけど、まあ仕方なく選んじゃったものはしょうがないんで、はい、この折り返しの詳しいあらすじ読んだんですねはい読みますね「ちょっと走れば息も絶え絶え目もかすむ推定平均年齢75歳、うん、ハワイ日系一斉の野球チーム」 パイナップル巨人軍、うん、対戦成績361敗2分け0勝ちというひ <laughs>、はい、ょんなことから彼らと対戦する羽目に陥ったのが東京から撮影にやってきたロケ部隊その名も「マヒマヒタイガーズ」。<laughs> はい、陰謀症のプロデューサー日和美ディレクターにオカマのヘアメイクとこちらも史上空前の軟弱チーム <laughs> あーさあパイナップル畑の撮影許可をかけてマウイ島に火花を散らす老若男女と犬一匹 <laughs> 今世紀の一戦の幕が開く <laughs> すごくないこれ <laughs> <laughs> すごくないこれ5分でそんな気象積もりましたね偶然いいの積もったんですよこれ奇跡です絶対に負けるってそんな偶然積もりましたよすごいわマジで奇跡起きたじゃ俺一番知りたいのがひょんなとこからえ？何片付けてんのそんなひょんなとこからね対戦することになりましたね分からんよそこがマヒマヒタ パイナップル巨人パイナップル巨人でさそうは言っても水野さんの言うのももっともなんでひょんなことのとこわかんねえかなと思って最初の一くだり読んだんですよ第一章第一章読んだんですけど結局よくわかんなくて第一章どんなノリかというとですねバストが8 8ンチのグラマラスなスタイリスト朝子がバストをブルンブルンと震わせながらバットを振っている様子だけで終わりました。 最初のところいやもう、ちょっとはい <laughs> はい、はい、ダウトダウト、ウト <laughs> そんな内容じゃないだろ、実際。<laughs> 面白いしてるだろ書る。書いてあるから、嘘ついてないよ。いお前よくないよ、<初>そんな。最初のくらいずっとバスとブルンブルンの朝子がブルンブルンしてるのよ。うん <laughs> <laughs> つうか、あの朝子が空振ったあ、うん、<laughs> キャッチャーのじいさんが額でボールを打つたでれま止め、ね、<laughs> でこの世界にはキャッチャーマスクなどないのだみたいなことが書いてありましたね。 わしのメガネって言いながらじいさんが慌てて見回してる間にみんなが朝子に走れって叫んでますね。もうむちゃくちゃやわ。<laughs> すごいっすよ。は<ー>いいの積もりましたね。これ、えー、ちょっと。パイナップル教授。無理っす <laughs>。ガチやってるな。えー、いいの積もりました、ね。無理やわ、俺。ちなみにこれ書いてらっしゃる方はい。北島隆さん。はいはい。えぇ、ー、期間本は ポニーテールは振り向かないですね。ああ、恋愛小説。全然わかんないですけど。経営の人なんですよね。北でまた、経営の人らしいんで。他の作品も読みたいなって思いました。そうです。ポニーテールは振り向かないもおすすめです。これは気になるわ。じゃあ、僕の方から、はい、ちょっとね、すごいもの来すぎて、やりづらい。いや、僕ももう、結構、その時間が足りないだろうと思っていたので。結構、一分ぐらいで。あ、ペースよくいった感じ。さっと、実は読んだことある本。 はいはい、よくよく考えればこれ結構変わった企画だったなと思うものを持ってきたんですけどいいです、ね、もしかしたら堀本さん知ってるかもしれない<う>最近の本というか、まあはい、最近というか10年前 ぐらい似てた本だと思うので知ってるかもしれないですけどこちらですねハーバード流演会術ですあ、待ってこれ見たことあるわ知ってるよあの、読んでないですけど表紙は見たことありますわやべえビジネス書あるぞっていうので話題になってましたねやっぱ知ってたんだ知ってはいますそうなんですよねこれあのハーバード流交渉術っていう本とかあの類書であるんですけどこのハーバードの経営学で AMB を取った宴会ぐるいの人が書いた本です 違う違う関係ないね、その要素。<え>ハーバードの MBA の要素と宴会狂いは、はい、多分何にも繋がってないですよね。いや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 。根拠あるんですかいや、違います。ここの本に主張ってのは、うん、ハーバードのビジネスでなんだ経営学のエッセンスの全てが宴会に詰まってるっていう。うん、そういう主張です、ね。ああ、なるほど。だからあれだ。人生で大切なことは全て砂場から学んだ、みたいな。そう,そうそうそう。ハーバードで学んだことは宴会に詰まってるんだ、みたいな。そうなんですよね。だから、確かに実際、例えば、うん 宴会をまずセッティングするっていうところで会のねアレンジみたいなのもしなきゃいけないし気を使わなきゃいけない相手とか立てなきゃいけない相手っていうのもその場で考えるわけだしコミュ力も問われるわけだし彼の場合は留学していた時にいろんな例えば知り合い集めて適当に知り合い集めて宴会しってたからそこの立ち回りみたいなのかなり鍛えられたらしくてもともとコミュ障だったらしいんですけどっていう本。ああでもそうですよね。アメリカの学生ってなんかパーーティで 人脈作ってビジネスうまくいかせるから、はい、パーティーの能力必要みたいな話読んだことありますは？そうなんですよ。でだからこの人は実際にもう毎夜毎晩自分が幹事をやった結果ですね。うん、えー、ここの本文そのまま引用しますけれども。うんえー 毎日違った趣向新たな驚きやめくるめく感動をぶつけ140人からなる宴会の殺人たちを毎夜昇天させギャフンと言わせ名実ともに日本が世界ナンバーワン宴会カントリーとして玉座を揺るぎないものにしましたすげえ大げさですね昇天させるの無理でしょ昇天させました他のパーティー出席者に、ねはい、衝撃を与えて昇天させたんですかはい例えばですけどあじゃあ具体的な内容とかねはい、はい、やっぱり知りたいと思うので、ねね、例えばそのえー、っとですね ハバード流のもう最新の知見を使った宴会のスキル、うん、はい38万、うん、えー、ビンゴは絶対にやってはいけないなどがあります <laughs> これはやっぱ覚えていきましょうくだらないし下<え>ら下らえビンゴは絶対にやってはいけないはい<え>あのなんとなく知ってました <laughs> ビンゴってあんま盛り上がらないですからね。 そうですね。そして、えっと、<laughs> うん、一番盛り上がるのは、やっぱチーム対抗クイズ、これだっていう。そういう、そうかな、はい、まあ、これはね、ハーバードで、覚えてましょう。わかります。チーム対抗クイズをやります。はい、っていうかさ、あの、水野さんさ、前サポーターコミュニティの人たちと一緒にさ、うん、みんなで奴隷合宿とか行ったじゃん。はい。 あの時にもうずっとさチームに分かれてクイズやりましょう早押しクイズってずっと言ってたけどあれハーバード流宴会術だったんですあそうですよもしかしてこれを履修してるからやってたんですねあれはそうだからみんな多分俺のことハーバード流の人だなって思ったんじゃないですかね <laughs> でみんな商店してた可能性ありまして商店してました、ね、はい <laughs> 続きまして僕が選んだ2冊目はいですね、はい、こちらですねでっかい半径のパルチザンチーズ図鑑はい、はい 世界極上って書いてあります。<laughs> いい本持ってくるね、君。<laughs> やるねああ。よかった、ありがとうございます。<ー>やったぜ。これ見つけた、すごいね、驚きの技術があるんですけど、はい、めっちゃ半径がでかい本だけ並んでる場所があったんで、<ー>ここに飛び込めば何かあるだろうと思って、<ー>飛び込んだら見つけました。 そういうね、これはもう限られた5分を生かすのに、非常に有用なテクニック、賢い巨大な半径の本は多分面白いであろうという類似も、はい、合ってたかもしれないです、ね、僕、それでだから要書結構見てましたね、うん、英語のタイトルの本とか、なんか変な本ありそうだなとか思って見てましたけど、そうだわ、それだわ、でっかい本、ちょっと面白いですからね、サイズだけでも。うん、うん いやあのね、5分間であの場所でいい本を探すときのコツっていろいろあるなと思って、うん、僕は文庫に行くやつはもう素人,っていう素人ですねう文庫化されてる本なんて基礎少ないですし、ね、そ,うそうなんですよだからっていうことであの単行本のコーナーを歩いたんですけど、うん、そこはじゃあ一緒だったんだ、うんうん、そう僕も同じこと考えたそりゃそうですよねでめちゃくちゃでかい半径の本があったらもう勝ちだなあそうかでかいのを持ってきましたねうわ素晴らしいですねいいこれ <え>いいチーズ図鑑じゃないんですもんね。えっとね、アルチザンチーズ図鑑です。うん、アルチザンってあれでしょ職人って意味でしょあ、そうなのそうです。ア、えー、アーティザンって書くやつ。はいはいはい。はいはいはい、アルチザン。これはあれですね。僕はなんでこの語彙があったかというと、PHP のフレームワークのララベルっていうフレームワークの中で使うコマンドが、うん、アーチザンコマンド。 職人,職人を意味する言葉なのこれおしゃれだなと思って、はいはい、何やるにしてもアルチザンに頼んでいるんですよ、ララベルを書くときは。はい、っていう、だからこれおしゃれだなと思って意味調べたことがあったんで、これ見たときに、アルチザン、あ、職人が作ったチーズ図鑑だ<ー>っていうことをパッと見て思いつきましたね。 パルパルメザンチーズ的なね <laughs> そうだからそういう地方の名前かと思ってましたじゃないんですよね<ー>多分職人が作ったチーズ図鑑って意味でしょう、ね、なるほどなるほど、はいはい、っていうのをねだからそ,ここそれもひらめいたりしてなんかこう人生総力戦みたいなね今までなんか蓄えてきた無駄な語彙とかも活かせたなと思っていいチョイスできたなと思ったんですけどいつの本ですかななんかか表紙のねロゴとと見るとちょっと古そうな ね、2000年代頭とか、1990年代。でもね、そうでもないよ。2011年2月15日。あ,あ、じゃあ意外と新しいですね。うん、10年前か意外とそうですね。へ<ー>そんなに古くはない。この本ね、まずね、はいあの、巨大な半径ででっかくチーズの写真が載ってて。<laughs> すごい、なんか木の切り株みたいな。うん、楽しいっす。木のはい、はい、切り株みたいなやつとか。はい、あと これすごいテンション上がらん。はあ。漫画でしか見たことないチーズの写真だってって <laughs> すげえテンション上がったんですよ、これ。この穴あきチーズね。穴あきボッコボコの巨大な穴開いてるチーズ。うん,うん、うん。テンション上がるなーとかを、えー、パラパラ眺めてるだけで半日過ごせる。おすすめの気象気象です、ね。いやでもそうですよね。こういうさ、図鑑ってさ、うん、なんか最近忙しくて全然そういうのできてないけど、うん、元来、うん。 小学生とか中学生の頃ってさ、うん、パラ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 見てさ、ね、へえってやってたじゃん。うん、なんか、ああいう読書をしたいよね、ねそうだね。あんまりやらなくなっちゃったら目的あって、理屈っぽく読むようになっちゃったから、あんまできなくなりました、ね。あれやるか。あの、図鑑縛りインプットどれ合宿しくあ、そう、面白い面白い。いい、いい<ー>、いい。それやりたいっすね。そういうことしないとなかなか読まないですよ、ね。パラパラめくって、これもりれいとかやらないもんな。うん。この本 テキストもいっぱい載ってるんですけど、はい、全部のテキスト、僕がパラパラめくった限り読んだ全部のテキストがめちゃくちゃ大げさで面白くてです、ね。へーチーズの世界はとんでもなくエキサイティングだ。大げさに聞こえるかもしれないが、自分でも言ってますね。うん、大げさに聞こえるかもしれないが、プラスティックのように加工されたチーズを毎週のように食べ続けて、短い人生を無駄にすべきではない。<laughs> 書いてありましたあ。大げさです。大げさです。<laughs> 水野さん、プラスティックのように加工されたチーズ毎週食べてるでしょいやいや、美味しいです。あれでも十分ね。<laughs> やっぱね職人が作ったチーズ食べないといけないですから。てかさ職人が作ったチーズって食ったことある <laughs> ないと思う。基本的にプラスチックみたいなチーズじゃないですか。<laughs> そうですね<か>僕プラスチックみたいに加工されたチーズを食べて美味しい美味しいって言ってますね。モノホンのチーズ食ってみたいですね。食ってみたい、ね、どんな感じなんですか、ね、それは確かに気になりますね。日本にさ職人っていうのそのチーズの。いないんじゃないわかんないけど。 そうだよね。パラパラめくったかぎ俺そ,もそ,もそうだね。知らないね。でパラパラめくったかぎり、結構世界各国、ポルトガルとかスペインとかなんかいろんな国が載ってるんですけど、日本はなかった気がする。あー、ないんだ。パッと見とか韓国みたいな、アジア系もないのかな。でもアジアも多分ないぜ。文化としてやっぱ、まあ、ね、そうだね。チーズそんなにいっぱい食わないもんね。だってこれ、毎週食う前提で、この前かきも。<ー>プラスチックのように加工されたチーズを毎週食べ続けて、 人生を無駄にすべきではないあか馴染みがあるやっぱイタリアとかヨーロッパの人の発想だよね。なるほど。やっぱそういう世界を知れるのいいですよね。なんかこれって普通に考えるとやっぱマーケットなさそうだなと思うところが、うん、出版文化ってそういうところがいいですよね。少数のののニーズしかないものっていうのを えと作れるるようななな仕組みになってるわけじゃないですか、うん、再販性みたいなものっていうのも、うん、こういうものが訳されて入ってくるみたいなことってやっぱありがたいっすよねそういうことですね、うん、私なんかそういうのを出してくれてる熱意がある出版社のおかげで僕らがこうやって手に取ってねはしゃぐことができるっていうの、うんす,ね、すごくいいですほ、ね、他の商品だとなかなかねこんなできないよ 十万冊あるようなところワーッと走り回っていいの探すみたいなできないですからね。うんうん、ちなみに百万冊って言ってましたけどね、伊田さん。百万か。<laughs> ただそうですよね。一日二万組、ね。桁が弱い。そうですねはいはい、はい。続いては僕の方からはこちらですね。はい。はい、おお、日本のオカルティズム。はい。輝い風俗っていうものかな。はい。え、あやかし異なる風にえ、俗は俗っぽいの俗で風俗ですね。輝い、うん、風俗っていう本で。うん これ最初ねパッと見た時は「風俗」っていう文字にエッチなこと書いてあるのかもとの手に取ったんですよでもよくよくあんならこれ「講座日本風俗史ってあるから普通のこうね一般的な意味での風俗だと思ったんですねあの風習みたいな文化とかみたいな狭い村の文化みたいなイメージの風俗そうでもんか手に取ってみるとんかそうでもなくって例えば ショータイトルが「えーうん、セックスに関する異様・迷信」っていうタイトルがあって、真面目な妖怪の言い伝えをまとめた本とかかと思ったら、そうですね、しかも88ページにはですね、えー、性盲崇拝に関するもの、<laughs> つまり多分、まあ、いわゆる今の言葉で言う陰謀ですね。 陰謀崇拝に関するものっていう章とかあってすげこれ多分なんか堀本さんの小説新長の連載に生きていく「使えるわ」「読むだけでぐんぐん頭が良くなる下ネタ大戦」はいかせそうですねそうですね他にもなんかこう地方の風習とかでなんか夫婦で食べる正規団ん正規の形をして団子なんですかねみたいな風習とかが出てきたりあとそれからねえっとね「用意性愛風俗」っていって<ー>多分音量とか。 妖怪との性愛みたいなものとかが出てきたりしてなんかねすげえダイナミックな本でちなみに言うとあの獣との性愛もあったんですけどもちろんしっかり金税リポートああやっぱ金税報告出てくるんですねアルフレッド・金ンがやったことでおなじみの農家出身の若者は意外と循環をしているっていうことを事実を明らかにしたレポートですねはいその話も出てきたしで結構これなんか資料的価値高いというかそうかもなんかの 普通にパラパラ読んでるだけでもかいねこれ今あのハードカバーで30004000千千円ぐらいする本なんですけど、うん、で古いしなんか想定とかもあんまり凝ってない、うん、てかバーコードがついてないんでかなり古いですかね,そうだね相当古そうですけどこれね面白いよ多分これ面白いねそれこそ黒川君とかにあの、うん、渡してもいいそうですねゆる民族が暮らしてる本に渡したら面白そう盛り上がりそうタイトルが派手な記書って、うん、見つけやすいと思うんですよそうです,、ね、そうですね っていう僕が初めて気象気象自慢選手権やったときに取り上げた本の著者も言ってたんですけど著者の浜崎拓さんは毎日新刊のリリースというか毎日発行される新刊の署名に目を通すらしいんですよやっぱそうすると派手な署名ばっかりピックアップしちゃうんですけどそれはそうですよねだから逆にすっげえ地味な署名なのによくよく中身を見てみたらなんだこれってなるような本見つけるとやっぱり。 テンンション上がるといいいううかいやー芸術点高いっすわこれはそだって僕絶対「はいはい妖怪図鑑」的なやつねみたいな、うん、なんかお堅い本でしょうと思って全然そそられなかったですけど中身良かったですねいやそうなんですよねこれ,これすごいわ。全然知らない世界のことがかなり書かれているので、うんうん、これはねだしなんかこうちょっと古い時代の本だなっていう感じもしていいんですよねその妖怪。 なんか荒俣宏さんとかがさ有名だった若い頃ってさそういう妖怪の本とかいっぱい出てたと思うんですけどなんかそういう今の時代でなかなか出なさそうだなっていう本っていう意味も含めてこれはねすごい希少だなと思いましたこれめちゃめちゃいいですよずっと気になるもんあ本当ですか見出しもめっちゃいいですよどれもエロラと呼ばれる理由とかエロラエロラあのエロいラエロ寺エロラと呼ばれる理由とかねめっちゃ面白そうですよどれもそうなんですよねだから これ本当もらってき？うん。公的？買ってっていいっすかこれ？これ買えます。システムから。システムから。システムから買えましょう。システムから買って。これあの公開されてる頃にはね売れてたら困るんで。そうですね。最高なくなってると思います。もう皆さんが見ても多分もうない。えでも二冊以上あるかもしれないです。あまそうかそうかそう。これはねそう。これすごいわ。しかもいやわかんないですけどそんなに多分吸ってないからそんなに流通もしてないような気もするし。しかもねすごいよ。 めっちゃ気に入ってるじゃん池袋の女に通じるとたたるっていうとんでもないことが書いてあったりそれはだから俗心ですかねでしょうね多分俗心もいっぱい書いてありますよね書いてありますねすごいわこれそうなんみたいないやそうじゃないんでしょうけどそうなんみたいなとんでもない話がいっぱい載っててすごいですわそうなんですよねわらで結ぶとエレクトせずっていう語呂のいいキャッチコピーみたいなのが書いてありますボッキーってことですね多分わらで結ぶとエレクトせず まあもちろんね、なんか、たぶんこういうジャンルって、やっぱりメジャー、えっと、マイナーの中のメジャーではあると思うんですよ、そういう、例えば風俗研究みたいなものの中で、性みたいなのって、メジャーだとは思うんですけど、うんうん、やっぱ、署名が見つかりにくい、そうですね。だとしても、ので、えーうん、これはね、いいものを見つけたなと思いましたすごい、はい,いや これは水野さんの功績ですありがとうございます素晴らしいよく5分でこれにたどこに奇跡しか思えないっすねなぜ見つけられたかというと用意風俗風俗ってなったからですねこれはいやだからもうきっかけは何でもいいってことなんですよそうなんですよ入り口はアホでいいっていうことですねそうですね僕の最後の三冊目のチョイスはこちらです素敵に見せるテーブルマナーあでもなんか ちょっと古いというかトレンディーな感じ。うん、でね。昭和に出てるんでしょうね。ちょっとね。すに見せるテーブルマナー。はいはい。こちら、すごくですね、気象のポイントがありまして、あのチーズの食べ方が載ってます。チーズの食べ方が載ってますね。チーズをきれいに食べるコツが載ってまして。フォークでストンってこうさ、一口サイズにして、突き刺して食うだけじゃないのうん あのナイフでカットしたらフォークに刺さずにパンやクラッカーに乗せて食べるのがスマートらしいです、ね。あだ,へだからあのアルチザンチーズ食べるときはあのフォークに刺さないようにお願いします。堀<ー>さん時間が足りなくていと思いましたね <laughs> 何何を教えますか何を教教ええますか違いますすかかアルチザンチーズの食べ方が載ってるすごいあれさっきのやつセットで欲しい基礎だと思って撮ったんですよあの。時間が足りなかったです。<laughs> <laughs> <え> <laughs> 何を言うんですか <laughs> 時間が足りなかったですって言いました今。短縮すると。え <laughs> 時間が足りなかったです、あのー。これね、このゲームやる人に覚えておいてほしいんですけど、はい、半径がでかい本が集まってる棚。はい をずっとこう探索し終わった後に、やっぱりもう残り1分ですみたいになって、やばいやばい時間ないっつって、まあ多分半径がでかいのが集まってる棚のすぐ一個奥だから、うんうん、ここもそこそこでかい本とか集まってんじゃないかなという推測の元入るとあの、テーブルマナーとかしかなくなるんで、<laughs> <laughs> あのこれ典型的な失敗パターンですね。はははその隣、いい場所の隣は魔物が住んでいる。うんうん、工事魔王氏を、 体現しているのがバリューブックスの倉庫だと言えるんじゃないでしょうか。なるほど、あの堀本さん一個アドバイスなんですけど、はい、この遊びやる人他にいません。<laughs> アドバイスいらないとか。あ、そうか、これ、はい、みんな有用な情報じゃないんです、ね。あ、でも意外ともしかしたら、バリューブックスのスタッフさんとかが、あ、そう、この遊びやるときに。なんか、ね、忘年会みたいな。そうそう、そう。そうで,すそうです、ね、おすすめです。意外と失敗するんで、それで。はい、気をつけた方がいいですね。あの、だから、この、これが並んでる棚。もなんか。 英検5級のテキストとか<ー>。そういう。リアはね。そういうのしかなくて。まですね。で、その段階で飯田さんが残り20秒ですって言って、ああ、あーやばい、この中で C って言うとこれかな。<laughs> <laughs> 手に入れたのがこっち素敵に見せるテーブルマナーです。はいはいはい。以上です。ありがとうございました。<laughs> この本の中にね。はい。出てきている疑問、Q&A みたいなやつがあるんですよ。 水野さんももここの疑問も持ったことがありますよね、まあ、そう大体本の最初に出てきてるものなんでね、うん、みんなが思う Q&A <う>だいたい水野さんも多分この疑問も持ったことあると思うんですよ。はいはい、ごちそうになるならエプロンを持参した方がいいのかな <laughs> <laughs> 絶対思ったことありますね、一回。<laughs> ないですごめんなさ <laughs> い。一変もないし、俺そもそもエプロンを着て飯食うたことがないです。ごめんん <laughs> エプロン持参した方がいいのかなに対しての回答は、はい、私、エプロン持ってきましたからと手伝いを率先する。 一見とても良いことにも思えますが初めての訪問でそこまでする必要はありませんいきなりエプロンを取り出すのはちょっと待って親切の押し売りは悪気がない分相手にとって厄介になりますということで気をつけてください <laughs> エプロン持ってかないでくださいごめ <laughs> んなさい知ってました知ってました <laughs> 僕たまたまこれ、ね、あの素敵に見せるテーブルマナーなんで皆さん覚えて帰ってください <laughs> 僕はですね、はい、時間配分、うん、ちゃんとやったんですよえらいなぜかっていうと、はい、あの僕の番になった時にですね、うん 飯田さんがこっそりと「堀本さん時間足りてなかったですね」ちょっとずるいよ情報格差生まれてるじゃんずるいよいいねアドバイスをいたそう俺素敵に見せるテーブルマナー取っちゃったのに僕ちゃんと3冊目は一番面白そうな本を3冊目にっといたりすごいハーバード宴会術とこの「妖易風俗」を超えるマジっすかやばい思われる本ピンチこちらですね「感情の歴史3」 <laughs> 面白い面白い2と1は通ったと思うんですけど3まで行った人ってどれぐらいなのかなみたいなね <laughs> やっぱ堀本さんも2は読んだのかなあのねあのーいや2も当然読んでないんですけど、はい、そんな本あるんかいっていう驚きとともに、はい、3>, 3でその,厚さの <laughs> 分厚いねページ数がですね分厚いわそれ <laughs> そんな書くことあるあーページ数800ページ超えてますね <laughs> ページの本なん感情の歴史3。はい、しかもここで、えー、サブタイトルなんですけど、うんえー、この800ページかけて書かれていることは、はい、感情の歴史のうち19世紀末から現代までです。<laughs> こんだけ書くこといっぱいあるね感情の歴史。そうなんです、ね。すごい。 あのこれ全3巻8800円の本みたいなんですけれども、うんうん、実は僕この感情の歴史っていうことに関しては興味を持っていて「<ー>あの感情史」っていう研究ジャンルの知ってますあ全然知ららないです書房かっていう本が出ていて<ー>、ね、7000円ぐらいする高い本だったんですけど、うん、それあもちろん読んでないんですけど、うん、ただなんか言われてみたらね、うん、歴史上で。 感情っててののはどう捉えられきたかそれは多分個別具体的な感情もそうで怖いとは何なのかとか悲しいとは何なのかみたいなことっていうのが時代ごとに捉え方が違ったはずだっていう疑問ってさいや全くないですね。ないすね。今言われてから確かに言われたらそうだろうなって思っかでも一方でやっぱ俺それこそ古典ラジオとか聞いてたりしても思うんですけど戦争に行く人の決心とか戦で首を取る。 ことが当たり前の時代に生きてる人とか、うん、あるいは、えっと、日本だったら中世で切腹とかありましたけど、うん、あの感覚ってどういう感じだったんだろうとか、すごい思うんですよ、ね。そうだね。全然わからないね。そう、だからそれって多分、歴史学の研究では、 多分なかなか明らかにならないんだろうけど、こういう感情詞っていう研究ジャンルがあって、様々なその文献をもとに、当時のその感情とか,か、その感情の歴史自体をこう扱うみたいなジャンルがあるってことを知ってはいて。でも、そのミスズのね、なんか400ページぐらいある、その感情詞とは何かっていう本が家にあったから、これに勝るレファレンスの聞いた本なんてないだろうと思ってたんですよ。感情の歴史3があ, <laughs> ありました。ありました。ちょっと見てみます。これすごいわ。あ、いや、今の話聞いてて思ったのさ、なんかあれ、 アリストテレス、死、はい、学読んでる時に、ああ、なるほど、そういう感覚かって思ったのを、ストーリーの基本は悲劇であるみたいなこと書いてあって、ね、はは基本的にそのカタルシス、カタルシスって言葉、僕ら当たり前に使いますけど、物語を見た時のカタルシスって使い始めたのはアリストテレスの死学らしくて、はい、それが究極の出典らしいんですよね。うん、っていうことを、どやりたいがために読んだんですけど、アリストテレス、死学は。<laughs> はい、そこでやっぱ書いてたのは、カタルシスっていうのは悲劇に伴うものであって、最後に、 と、まあ、とんでもないい悲しいここが起こる、うん、でそれによって観客自身はすごく悲しい感情に打たれることによって自分の魂が浄化されるような感情になるのだって書いてあってなんか俺の今の感覚と違う、ね、そうなんですよね僕も全然ピンとこないですもんそれだって、ね、悲劇でもええやんねそうあのめっちゃハッピーエンドでいいじゃないですか、うん、じゃないらしいんですよやっぱなんかすっごい悲惨な絶望的なラストにたどり着くのがカタルシスだったらしいですね、はい、当時はそうだからねそのどうして悲しいものじゃなきゃ、うん ダメだったのかみたいなことってやっぱ問いが大きすぎて分からないんですけどもうめちゃめちゃいろんな文献をそう引いてそう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 たぶん歴史書みたいなもの以外にもいろいろな多分ジャンルを引いて大量のレファレンスをして何とかその問いにたどり着こうとしているっていう感じですね。ねなななるるほどねいやなんかさここれ面面白白くてずるいなってずいいいっうなんか全部面白いよこの本 感情の,歴史あのそうあの、笑っちゃったのよ、俺見たとき。はい、でも、この笑い、ハイコンテキストだなと思って、それこそこの感情、不思議だなと思ったんですよね。うんうん、なんか、すげえ真面目な本だし、何もボケてないから、はい、これ見たとき、俺、なんで大笑いしちゃったんだろうなっていうのを、今、後から考えると、はい、やっぱ最初この分厚さですよね。うん、分厚くてでかい本が、感情の歴史3なんだっていう、1巻と2巻あってのこの厚さなんだっていう驚きもあったし、多分ね、テンション高くて俺、笑っちゃったんだと思う、これ。はい 帯にさ、うん、無限に広がる感情の全体性へのいざない、完結って、すごい,い <laughs> 完結びっくりマークって書いてあって <laughs>、はい、それも面白いし、うん、その横に、うん 新少子を継承するアナール派の到達点びっくりって書いてあってこれも何にも意味わかんないのにテンション高くて全てがミスマッチで面白いそうですねやっぱなんか多分日本人普通の知的階層の日本人だったらもうやっぱアナール派っていうのを聞いてなんか違うことが浮かんじゃうと思うんですけどなんかそういうレベルじゃないですよねこのれで面白いいとかじゃなそうそうアナール派の到達点びっくりとかなんか全部いいですねこれ。だからアナール派って到達したんだって思う人にしか指してない帯なので。 このインテリな感じというか、スノップとも言える、あと水野さん、今、アナル派って言い間違えちゃったのちょっとやめてください。その揺れ、揺れを勘弁してください。その揺れはちょっとアナル派の到達ですね。アナル派の到達って書いてある。超音符を省くのはちょっと禁止でお願いしたいですね。こはここの版元さ、この裏のさ、帯のさ、裏見ててもさ、他に出してる本も結構面白くないそう、すごいよね。なんか、えっと、男らしさの歴史。ああ。 今っぽいテーマですね。匂か、匂いの歴史。あ、それ面白そう。<か>匂いの歴史面白そう。あとね、その後すごいよ。浜辺の誕生。<laughs> 何何 <laughs> 浜辺の誕生。それ、あの、浜辺美波さんの。<laughs> とかじゃないですねお,おったやつじゃなくて。浜辺美波さんの電気じゃなくて。え、それ、本当に浜辺の誕生を描いてんのかね。えー、おそらくですけど、浜辺小説のタイトルじゃないよね。いや、あの。 サブタイトルが「海と人間の経父学」いやー面白いわ何いわ浜辺という概念が人間の中にいつ生まれたのかみたいなことを問うてるんじゃないですかねはい、はい、何その本海と人間の関係を描いてるんじゃ当然8600円ですねああまあここはもう驚かないっすよねおもいなあとねその後もすごいよ「草のみずみずしさ」タイトルが <laughs> タイトルが <laughs> えそれ刺繍でしょ草のみずみずしさ<の>でサブタイトルは「感情と自然の文化史」 ね、はあ<ー>へえだからさあみずみずしいって人はいつから思うようになったのかとかそういうことですよねこの版本ちょっとこれめっちゃ面白いぞ人文書の版本だと思うんですけどすこれ面白いですねこれいい本じゃないか多分三部作読みたくなりましたもん感情の歴史あ男らしさの歴史全3巻 <laughs> です 基本古代から啓蒙時代までが1巻で2巻が19世紀で<ー>3巻が20から21世紀なんで大体このパターン,だ,ターンだから丸○の歴史ってやったらもうそういうへ<ー>そういう流れなんでしょうね古代と19世紀までと現代近現代っていう分け方なんだねそうあとねこれねこの図版が豊富なのすごくてあすごいな,なんかさ、えっと、ベルヌがさっけ火星 人っていうさ、ラジオをさ、流したらマジでパニックになったみたいな。あれの話ありますよね。あれじゃないえっと、ジュール・ベルヌの。ベルヌがじゃないね。ベルヌのジュール・ベルヌのえっと宇宙戦争。宇宙戦争か。あれ、それベルヌかあれ違うわ。えウェルズか。宇宙戦争ってウェルズか。あれウェルズか。えや、わかんない。なんかの、要はラジオドラマ。うん。ラジオドラマ版の SF を読み上げたら、それがマジだとし受け取られて、大パニックになったっていう逸話ありますよね。はい、そう。で、その、そのラジオ収録かなんかの。 図版みたいなの入ってて<ー>なんか全然感情の歴史と関係なさそうなものがでまあ宇宙への恐怖っていう感情を書いてんのかなムンクの,のね叫びとかも載ってるしウェルズですねこれベルズかウェルズの火星人襲来火星人襲来かああの水野さん <laughs> ウェルズによるラジオ番組「火星人襲来」が全米をパニックに陥れたというのは誇張であったが よいしょ。よいしょ、よいしょ。このような集団的パニックに類似した現象が繰り返される土壌があったことは重要であるということで、あんまりその話なかったらしいです。水野さん。ガセらしいです。水野さん。しっかりしてください、水野さん。お前だよ。お前、え、あれガセなん有名な話だね。いろんなとこで引用されてるから、本当なんだと思ってたら、どうやらガセっぽいです。全米パニックになってたら、そういう人もいたよ程度ですかね。もしかしたらね。ということで、我々3冊ずつ。 プレゼンが終わりましたので、おさらいしましょうか。はい、堀本さんの選んできた本は。パイナップル教授。あ、何回聞いても好きだわ。いいよね、これパイナップル教授。最高ですね。はい。と。アルチザンチーズ図鑑。うん。世界極上。うん。と。素敵に見せるテーブルマで。ーい。ですね。ももプレゼン時間が短かった。はい。で、僕は、まあ、ちょっと有名ですけどね、このハーバード流演会術。はい。え、それから。 日本のオカルティズム風俗、うん、で3番目が、えー「感情の歴史3」<laughs> スリーです。おもいんだよな感情の歴史3、はい、を持ってきましたやっぱこ。これ僕が面白いと感じるのもねその本読んだら分かるんですかねこの感情の理由も。あーそうかもしれないこんだけ分厚いですからね。なんでこれでそんな面白いんだろうなっていうのをちょっと今分かんないもん自分でも。うーん まあやっぱ5分適当に歩くだけでこんなに面白い本が見つかるバリューブックスのすごくポークもンシャルがすごいですね感じがしましたけれども、うん、じゃあここからはちょっとそのバリューブックスの飯田さんに,、はい、さんに審査をお願いしたいと思います飯田さんは2人と一緒に5分間歩くフェーズを経て今このプレゼンもご覧になっていただいたい、はい、カメラマンもやっていただきましたね飯田さん,そう,ん、ね、そうですねちょっと素人ながらはいあのいかがでしたかそうですねあのー 全然時間足りなそうだなっていうのがもうドシンプルな <laughs> マジで。マジで足りなかったですね。そうやっぱあのね、膨大なかつノンジャンルのところからなんか本探し出すのって本当に難しくて。はい、あの、まあでもあれですね、だから先にね、堀本さんのことをお伝えしてたんで、水野さんは結構時間管理上手だったんですけど、うんうん、まあ、うん、追いかけて見ていくものとしては、やっぱ堀本さんが右往左往してるのがすごい痛 <laughs> <laughs> ずっと、あ、ないな、ないなってやってましたからね。あ、やっぱ、堀本さんもないなだったんです。まあでもそうだよね。うん。いや、僕もないなだったんですよ。ないなってなるよね。てか、あるんだけど、多分ん。じっくり見なきゃいけないから。急いで歩いてるから、見つけられないですね、そんな。あの、基本もちろん本見てるんですけど、あの、ま、全然見つからなくて、時間も迫ってきて、こう、いろんな、こう、棚を、はって見ながら、どうしよう。なってた、なってた。堀本さん、ちょっと、トレなかっが作りに行ってないのかいやいや、パニックでしょ、普通に。 な、なんですけど、でも、こんなにね、面白く、うん、気象を見つけてくださってもやっぱさすがの腕前だなと、はい、驚いてます。いい気すごかったでたね。やっぱ素敵に見せるテーブルマナー。それ、そは、それは違います。これが飯田さん一番褒めてくれる、あの、雑なうちに使うるい一生懸命作った人がいるんですから、ね。いい本ですね、これも多分。書いた人がいるんですから。飯田さん、これ、我々のプレゼン聞いて、総合点として、 はい、堀本、水野、どっちの気象気象のチョイスが良かったか。なるほど。伺ってもよろしいでしょうか。はい。えー、だいぶ甲をつけがたいんですが、うん。水野さんです。えなんでだろうな。なんでだろうな。えなな <laughs> えー、3対2で戦ったからですか。<laughs> <laughs> あのー、そうですね。なんでだろうな。まあ、完璧なチョイスだったのね。そうですね。まあ 本当に僅差だったんですけど、まあ、素敵に見せるテーブルマナー、こじつけだったなそれあの、も、そうかな。3冊目の段階で勝利を確信しました。アルチザンチーズ図鑑の流れを組む完璧なチョイスだと思ったんですけど、いやでも、そのこじつけ方は逆にさすがだなそこはやっぱり、つながってるんだっていう。チーズの食べ方がちゃんと明記されてましたね。されてたフォークさんから見たら、ただ黙々と初棚から取ってただけですもんね、多分。そうですね。あとやっぱ、家庭見たのがよくなかったですね。あの、うん、やっぱこのテーブルマナー 出すときに、あの、これでいいや。堀本さん。堀本。これでいいや。出された本にちょっと、ちょっと堀本さん。聞き逃せない。それそんなことないですよ。言っうと現状です。それは。現状です。現状です。正確には何て言ってたんですか。これでいいかな。もうこれしかないって言ってたかもしれない。そんなん。そうや。後。で、水野さんの、ま紹介した本。 普通に面白い、面白そう、ちょっとね、秘書ってうか、ね、面白い本を選んできちゃいましたけど、だから、確かに秘書ってテーマにちょっと合ってるかは分からないですけど、僕個人もわ、うん、読みたいと思ったしあの、これ本当に何の台本もないんですけど、僕びっくりしたのが、はい、感情の歴史さん選んだじゃないですか。古典ラジオの話出たじゃないですか。はい これ、あの、古典に提供したことあります。えぇ、ー、そうなんだ。あ、勘定誌やるんですかいや、多分、その、つまりいろんな歴史、ちょっとどの回か忘れちゃったんですけど、そのいろんな歴史の話するときの、あの、重要な土台として。あ,<ー>あえー、えー、これ読んでんのあれ。えー、そう、あの、れ一応うそう、うち古典ラジオってポッドキャストにも、あの、参考文献、うん、あ無償提供してる。てで,で、僕が、はい、最近は託したんですけど、それまでは僕が全部の本ピックアップして、段ボールに詰めて、えー、送ってて、 すごいその過程でなんだこの分厚い本っていうか感情の歴史っていう<ー>さっきの水野さんと同じ反応を自分がしたのを覚えてなんかでも最近あのサラディンっていうあの、えー、っと十字軍の話とかしてる時にやっぱ、うん、なんであの十字軍って当時マジでその兵士の経験なかった人とかも、うん、エルサレムに あの遠征ししてていったりしていたりので、うん、それがなんでなのか当時の人たちの,その気持ち的にどうなってるのかみたいに解き明かしたいっていうのが最新シリーズで言ってたから、うん、もしかしかたらそのの回なでもなんかホットなジャンルらしくって感情知って感情の、えー、と歴史的な感覚を相対化するのってこうポストモダニズムっぽいじゃないですか少し何でもかんでも相対化しちゃえみたいなつまりその、えー、と感情の価値判断 えと嬉しいのはいいことだみたいなものって全部文化的なものだからそ絶対的なもの存在しないんだよっていう言説に脳を突きつけてるのがなんか感情心とは何かっていう本らしくってつまりその流行りなんですよね。感情についいいてて知りたいみたみなのって テロとかが起きたりすると、そういうようなことを意識する人が増えたりするらしくて、あの、そういう意味でも、割と多分時代性のあるような学問ジャンルみたい、へ<ー>ちょっと調べた時は<ー>そうだそうらしいので、だから意外とホットなのかもしれないですね。んなんか直近、ゆるゲンクラジオでも、あの、ムラブリーっていう回をやってた、うん。あ、はいはい。そこで、やったよね。あの、嬉しいと下がるっていう表現を使う。それは、あんまり嬉しいっていう感情を表に出すことがそもそも、 いいこととムラブリの中ではされててなくてうん、うん、だからテンション上がることを下がるって表現するんだろう、はい、みたいなことを伊藤先生が書いてらっしゃいましたけどうん、うん、それもちょっと近いよね。いやそうですね今僕全然つながってなかったけどそうですねあれもだからある意味、うん、感情っていうのを文化の中でどう扱うのかっていう話だと思うので、うん、もしかしたらこういうような本の中にそういう言及例えば世界的に見てもやっぱり感情っていうのはと嬉しいきは上がるっていう語彙と結びつきやすいんだみたいな話とかもあるのかもしれないですね。うんうんうん ということで本日はバリューブックス様の倉庫を生かした「きしょきしょインディ・ージョーンズ」やってまいりましたはい、うんはい、楽しかったですね楽しかったですねいはい,い本当にありがとうございますそして前回の動画でも告知したんですけど現在バリューブックス×ゆる言語学ラジオで買い取り強化キャン強化キャンペーン難しいやっております強化キャンペーンをか、はい、んでしまって恥ずかしいなと思う気持ちは多分近現代において生じたものであって<や>古代では恥ずかしくなかったですよね違いますシンプルな人違います。はす、い その辺については感情の歴史にあとは論を譲るとしましてうる、はい、<laughs> ない言い方が <laughs> 買い取りキャンペーンをやっておりまして、はい、買い取りにキャンペーンコードゆる言語、うん、YURUGENGO を入れていただければバリブックスさんから1000ポイント、うん、バリブックスポイントが贈呈されますお得そうですねこれでもう何でも買えますからもうすそうですねこの1000ポイントがあれば、えー、感情の歴史さん うん、ちょっと千ポイントしか足りないな。<laughs> 大丈夫かな。八千八百円のものでしたけど、これ。そうっす。ま、あ九回ぐらい別で買取、うん。あ、そうですね。九回買い取りに出してもらったら、めちゃくちゃ迷惑じゃないですか。す <laughs> 絶対にやめてください。絶対にやめてください。<laughs> アカウントね、なんか欲しくない。<laughs> 絶対にやめていただいて。<laughs> ていえ、買い取りは1回なんですけど、うん、あれか、容易風俗。 好きなのやつが、うんえー、バリューブックス価格で870円って言ってましたね1、ね、円しない,い、ね、これだったら多分今回のポイントで買える、うん、まあ堀本さんが買おうとしてますよねそら買っちゃうから在庫ゼロの可能性あります、ねはいはい、きっと皆さんがこの動画を見てる頃にはもう在庫,ないい在庫ゼロをと思いますね <laughs> まあまあでもとにかく僕らがあの歩き回った倉庫みたいに、うん、マジで宝の山というかそうですねパラパラ多分ね見てるだけでもこんな本あんのかみたいなこととかがあると思うので、うんうん、皆さん多分思い思いに好きな本とか買いたい本見つかるんじゃないですかね 一覧無限スクロールでなんか膨大にいいっぱい本出出出てててきききままますすすよねだから僕すげえインターフェースだなと思って無限にパラパラ見るようになってるなと思ってあじゃあ倉庫みたいだね実質ねそう今回倉庫を見たのも疑似体験しようと思ったらバリューブックさんの在庫ある本を見ていただけるといいかもしれないです、ねうんうん、あれもノンジャンルでいっぱいいろんなの出てきて僕びっくりしましたよ から皆さんもあの5分以内にどれだけ気象ああ、それやってもらってもいい。<あ>追体験してもらってもいいです、ね、<laughs> いいですね。じゃあコメント欄に5分間であそこでバーって探して、<laughs> うん、あのいいなと思った本とか書いてもらってもいい書いて,てもらいましょう。あいいあそ、ねいい、そうだ。いい本見つけるわ、いっぱい。皆様の気象気象インディージョーンズコメントもお待ちしております。はい、お待ちしてます。最初に初めてね、バリューブックスさんと一緒にこう、はい、案件という形でそのてるキャンペーンやった時は、うん、なんかあの、 国費ももらってたじゃないですか、堀本さん、そうですね、はい、そこそこのちゃんとしっかりお金ももらって、そうですよね、なんかいつもお世話になってるわりにお金までもらっちゃっていいんですかねみたいなこと言いながらやりましたね、さすがにその今回の一の年のものでは、もう今までさんざんお世話になってますから、もらわないで,すよ、ね、あでも欲しいって言われて、堀本さんに、堀本さんに いやいや、違う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 、ニュアンスが、ニュアンスがそぎ落とされてるから、ニュアンスがそぎ落とされてますね。なんて言ったんですかまあ、これにインセンティブみたいなのがもしついてたら、それはすごく熱い話にはなりますね、<laughs> っていうことを言いました。<laughs> <laughs> ニュアンス大事でですすお金が欲しいいとかなよ仮にインセンティブがついているとしたらそれはついていないよりも厚い話になるなということを言ったら事実ですもんね。やっぱいっぱいこれでうちに買い取りが来れば来るほどうちもゆる弦楽ラジオに広告費をお支払いできた方がやる気が出るそういうことですだからうちってね言語沼の印税全部渡したりとかグッズのね 最近こう、手数料一切引かずに渡してるんですけど、うん、まあその上で、あの、森本さんが、 いや、インセンティブもらった方がやる気出るんで、まあ、やっぱ言われたら。違う、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 それも言ってないですよ。当然、その、バリブックスのために、いろいろなことやりたい、やりたい気持ちがあるんですけど。インセンティブがある方がいいか、ない方がいいかで言ったら、ある方が熱いよっていうことを言っただけです。そう、そう、そう、これは、バリブックスさんの気持ち、ためになりたい気持ちはすごくあります。なるほど。0 0あります。もともどちらの方が熱い気持ちになるかと言われると、こっちの方が熱いよと。ニュアンスが大事です。世の中にはニュアンス。

できると。<お>口を離れてません。やばいやばい。やばいやばい。あの、わかりました。それに関しては大丈夫です。あの、リスナーにキャンペーン、あの、何、ポイント1000ポイントは言っちゃったんで、それはやらないとまずいと思うんですけど、あの、インセンティブについては無理だったら大丈夫です。<laughs>

子供生まれた時にもこの前生まれたんですけど堀本さんからも「あ飯田さん子供生まれたんだ子供を第一に考えないとね」って言われたんでニュアンスがさニュアンスがさ怖いやつの言い方じゃん飯田さんにもご家庭がります家族大事にせんとなっていうふうに言われてやっぱちょっとうん こもためにででできるるととは何でもしようっ思ってるんで <laughs> そうですね、はい、これすごいっすねなんか言葉の奥深さですよね確かに飯田さんにもご家庭がありますからやっぱりいろいろ気を使った方がよろしいでしょうって言うと怖く聞こえますね <laughs> 普通のこと言ってるのにニュアンスが違うようだから <laughs> その言い方してないよ俺 <laughs> そうですよねあのご家庭を優先にしてくださいねっていうのを一生懸命言ったはずなんだけど <laughs> 何言ってもおいうしいです、ね、コミュニケーションのすれ違いって難しいですね それでは改めましてチャンネル登録高評価感想のコメントとかね皆さんのキショキショインディージョーンズバリューブックス上オンラインキショキショインディージョーンズの結果のコメントもお待ちしております、うん、はい飯田さんへの励ましなど励ましのコメントも引き続きお待ちしてます,あ,りますしあと概要欄とか固定コメントにバリューブックスさんの買い取りページのリンクもありますので、はい、そちらからキャンペーンコード入れていただければスムーズに買い取り出していただけますぜひぜひぜひよろしくお願いしますよろしくお願いします以上今回も終わりにしましょうありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございました ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ましたこの本の中身はえっとなぜ今えっとって言ったんですかあのー、じゃダメなんですかいや,いや全然わかんないですけどその答えがわかるのがこの本です面白そうですね概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね